はいどうも、インディーゲーム専門 VTuber のしろこりゲームズです。今回プレイするタイトルはディープランダーズのデモ版。可愛らしいキャラクターたち、ディープランダーのニーズを満たしながら自分だけの地下王国を建設していく、リラックスしたミニマリストな戦略ゲームです。ディープランダーたちは一人一人要望を持っています。全員にとって住みやすい環境を作っていくと、徐々に新しいエリアや建物がアンロックされていきます。教会の近く、かつお隣さんがいてほしい人や、ジムの近くでお隣さんは嫌で一人暮らしをしたい人など、個性豊かな住民がたくさん。遊ぶほどにレイヤーが重なり、美しくなっていく景色を眺めるだけでも楽しいです。それでは早速プレイしていきましょう。はい、それではディープランダーズのデモ版をプレイしていきます。続ける。この地下世界にね、人々を住まわせていくようです。どのように遊びたいですか？ご存知のようにディープランダーは要求の多い生き物です。よりリラックスした体験を望みますか？それとも挑戦を求めますか？どちらを選んでも常に自分のペースでプレイできます。チャレンジングで行ってみる。最初のディープランダーが到着しました。頭上の赤いアイコンは家が必要だということを示しています。インベントリから家1を配置してみましょうか。じゃあちょっと高いとこに配置すると、ディープランダーがとことこやってきて、かわいい。グラフィックがね、なんか影みたいな感じですごいかわいいんですよね。あ、自分で建築しています。おー、あ、かわいい家ができた。そこに住むのです。ディープランダーを家に割り当てるには、家のスロットにドラッグしてください。こういう感じかな。自分の家を持てました。次のディープランダーやってきましたね。新しいディープランダーが到着。彼は家と仲間を求めています。もう一つの家の隣に家 ×2 を建ててみましょう。こんな感じ。はい、また自分でお家建ててくれるのかな。で、家だけじゃなくて仲間も必要なんですね。誰かと一緒に住みたいんだ。寂しがりな子もいるんですね。はい、お家ができた。またこの子も配置してあげる。まだ満足していません。彼には仲間がいません。最初のディープランダーを移動して、彼を家 ×2 にも割り当てて問題を解決。これで2人で住める。問題解決。お、そしてこのものは隣人を望んでいません。他の家から離れた家に住みたがっています。家を移動するには右クリックボタンで取り壊すことができ、インベントリに戻ったので、じゃあもうめちゃくちゃ離れたところに置いてやるか、端っこにこれで満足だろう。まあわかるわかる。ちょっと人とね、離れたところに住みたいってのもありますよね。あ、チュートリアル終了おめでとうございます。一人で続ける準備がもうできた。この人は隣人が欲しいんだ。ちょっと待ってね。隣人が欲しいので、ここに置いてあげると、隣人と家。この人は仲間が欲しくないんだ。この人は仲間と隣人と家が欲しいんだ。家、ここに建てられそうだね。この人は隣人がいれば誰でもいいのかな。仲間は欲しくない。一人で住みたい。はい。君、隣人も欲しいし、OK だね。隣人が欲しい。これで幸せ。仲間なし、隣人家。一人住まいがいいんだよね、君は。この人は、隣人が欲しいらしいので、あれ落ちてっちゃった。あれ落ちてっちゃったな。一人用の家がもう一つ欲しいな。と、君がここにいたいんだよね。
え、ここに住んでるの、いや、隣人ダメな人だよね。仲間ダメな人だ。もう一つ家建てる。君をここに住まわせれば解決する。仲間必要な人、必要ない人が少ない方。あ、そうか。これで仲間いる。新しいレイヤーがアンロック。マウスホイールを回して、あー、レイヤーが確かに出来上がった。は、この人は、宗教、新しいニーズ。一部のディープランダーは寺院の近くに住みたがり、他のものは遠くに住みたがります。各寺院には影響範囲があります。寺院。あー、じゃあここは寺院があるところにしようか。隣人がいてほしいし、家が欲しいんだ。寺院が欲しいし、隣人なしがいい。難しい注文するな。普通に家が欲しい君は、隣人なし家。じゃあ君はここでいいんじゃない？この人は一緒に住みたい人が来ました。じゃあ、君がここ。隣人、寺院、家。ここを建設してもらって。はい。仲間がいる。これ？あ、隣に家がないとダメなんだ。隣に家がないとダメで、教会をもう一個建てて、家と家を、これで教会エリア内に入るね。隣人が欲しい人多くない？待って。すまん、ちょっと待って。隣人が多い人が、ここ、影響範囲にギリギリ入ってるかな。ここちょっと立ててもろて、あ、あなたは、仲間が欲しい人だね。わかった。これで、君が、ここら辺に住めるはず。じゃあ、ここに一人暮らし用の家を建てて、教会がいいんだね。OK。はい、一人暮らし用で、家が隣なら OK。新しいレイヤーがアンロック。なるほどな。肉体と魂、運動と楽しみ、コミュニティは進化し、今ではレクリエーション活動を要求しています。もちろん全員を満足させるのは簡単ではありません。まあ、パズル的要素の強い街づくりゲーだ。ジム、ディスコ、仲間。ジムとかもどこに建てるかが問題ですよね。ディスコもどこに建てるのかが問題だ。ディスコここに建てるか。この人は隣人、隣に家があればまあよしっていう感じね。待って、ジムさ、ど真ん中に建てて、この人は家があればよろしで、微妙に建てれない。もう一個家なら建てられる。仲間が欲しいので、ちょっと。はい、こんな感じで。ジムの隣。はい、隣人がいて。はい、ディスコで。仲間が欲しい。仲間が欲しい。仲間ができた。おー。ジムとディスコ？
ジムかつディスコだって難しいこと言うじゃん。ジムかつ、ここに立てて、家建てれない、ここ家建てれないかも。じゃあここにジムとディスコと家建てれない、ここに建てれる、隣人欲しい、小さい家なら隣人建てれる。落としちゃった。ディスコの隣、ディスコをここに建てて、これとここに建てれないんだよな。本当に建てる位置大事。ディスコ端っこに建てて、なんとか収まるようにできないか。ここでなんとか、はい、二人。ここに建てたいね。家建てる位置がマジでむずい。マジでむずい。どうしようね。この人はディスコで一人がよくって、ディスコで誰かと一緒が、あ、ディスコハイに。ディスコハイにはいる。仲間がいないのか。はい、君オッケー。オッケー。ジムと仲間が欲しくて、これは隣人がいればどこでもオッケー。新しいレイヤーオッケー。パズルだなぁ。でもこのどんどんさ、自分が作った街眺められるのいいですね。この層ではない、この層ではいいえ。リープランダーを別のレイヤーに移動するには、彼を掴んでマウスホイールを回すか、到着地点においてレイヤーを切り替えます。これを見て、あ、このままスキップすればいいんだ。こんな感じ。なるほどね。ここから移動も必要になるのか。え？レイヤー2がいいの？ここがいいってこと？マジ？レイヤー1がいいってこと？境界が欲しいの？レイヤー1に。マジ？指定があるんだ。迷う。さらに難しいじゃんね。レイヤー1、教会、家。はい、じゃあ、君と君はここだね。あ、隣人が嫌な人が嫌がってる。あー、そうか。隣人嫌な人、ここはどう？どうだろう。隣人嫌って難しいですよね。一つなんかスペース空けないといけないんですよね。ここをとりあえず建築してもらって、ここで納得してもらえるか。納得してもらえない。なんかこう、
一人で住めそうな。ここなら一人で住めそうだよ。ちょっと今建築してもらってるから。はい、じゃあ君が一人がいいと。この子は4レイヤー目がいいみたいで、ジムがあってほしいみたいですね。ジムがあって、家は何でもいいっぽい。君はディスコがいいと。ディスコの範囲は結構広めですね。ディスコがあれば何でも良さげ。で、どの家を建てるかってのもね、重要になってくるから。君はじゃあここだ。君はここに家を建てたら、君はレイヤー3。教会の、教会？レイヤー3ってここだよね。レイヤー3に教会建てるの？君は一人で住みたい。これで完了。レイヤー3に教会。ここら辺に建てるしかないよね。で、家は何でもいいんだ。なるほど。一軒家を建ててみる？待って、この人仲間物件がいいみたいだから、二人で住める家を作って、レイヤーさんがいいみたい。はい、教会の近くと、この人は同居人が欲しい。この人はレイヤー4で、教会の近く。教会があった。教会、ここら辺に建てて、この人は隣人がいてほしくない。隣人がいなければ他の人と一緒でもいいんだろうか。わかんないけど、この人ディスコの隣ですね。はい、じゃあ君はここに一人で住んでもらって、はい、君はここに、何建てるかな？これでいいかな？はい、じゃあ君はここだね。で、レイヤー2に移動して、教会の近くの家に住みたいと。教会の近くは、空いてないな。教会の近く。君、みんな教会近くがいい感じ。あ、この人。教会じゃなくていいよ。はい。この人は仲間と一緒が嫌なんだ。ああ、仲間と一緒が嫌だね。隣人が嫌。レイヤー、関係ないね。レイヤー関係なくて、ここら辺に、ここはやってくる場所だからダメか。ちょっとスペースが空いてるとこ、ここに来て、仲間がいなければいいから、これ隣人扱いになっちゃうかな、これ。これ隣人嫌なんだよね。これ隣人になっちゃうか、ちょっと微妙な位置ですね。隣人じゃないと信じて。いやー、ダメだ。隣人になっちゃった。ここのディスコエリア広いから、ここに、立ててみて。はい、お家建ててもらいました。どうぞ。どうよ。ランドスケーピングの時間です。王国を美しくし、いくつかの写真を共有することを忘れないでください。各レイヤーを完了すると、新しいアイテムがアンロックされます。木が置けるだったり、あとは、柵？柵が置けたり、明かりを置くことができたりしますね。あ、これで、あ、写真が、おー、せっかくなら、ここで写真撮りたいな。ちょっと飾り付けして、はい、3、2、1、パシャリ
いいね。あ、これ、ジムでトレーニングしてる様子とか見れますね。へえ、いいですね。で、まだ一つ、ディスコを立ててない。どっか立てる？あ、この人が一人いなくなっちゃってる。お仲間が。この人にしよう。お、最後のレイヤーがアンロックされました。ナイス。5つ目です。新しい住人。権威？どうした？権威って。じゃあまず、ジーンとディスコ。ディスコの範囲が広めなので、ここら辺にガーンと置いちゃって、教会は、ジムも1個ありますね。教会はここら辺に置こうか。で、教会の人は絶対にレイヤー5なので、デカめの、これを立てとこう。この人はディスコかつ、隣人が嫌なんだ。難しくない？ ディスコかつ隣人が嫌ってどういうこと？ちょっと離れたところにいたいのかな？はい、じゃあ君はここで満足してくれた。はい、じゃあ君はここ。この子は割とどのレイヤーでもいいので、ほっぽっときましょう。あとはジムの隣がいいみたいですね。ジムを、ここに立てようか。ちょっとギリギリのラインで。ジムで一人がいい人と、仲間がいてほしい人がいますね。仲間の家を建てちゃおう。はい、じゃあ君は一人がいい人と仲間がいい人。一旦ここに入ってもらって、みんな満足。で、ディスコかつ、隣人が欲しいのか。隣人が欲しいって。マジ？ここじゃ隣人にならないかな。教会かつディスコがいい。隣人になる。あ、なるかも。教会かつディスコ。なりましたね。あなたは第4のレイヤーが良くて、ここでいいかな？第5レイヤーで、隣人。第3レイヤーで、お家はどこでもいいと。どこでもいいんだけど、家が結構ないっすね。だから、この家2を取り壊して、家3をここにやります。はい、じゃあここにさっき追い出しちゃった3人を入れました。次はこの子がレイヤー2ですね。ここで割とどこでもいいらしい。あとはジムとディスコ。ジムとディスコ合わせたところ。ジムとディスコ合わせたところ、ここだ。この子がここハマるんだよな。この子ちょっと抜けてもろて。この子を手前に連れてきて、これは第4レイヤーで、お隣さんが嫌だ。ここかな？ディスコと教会が、ここですね。あ、ディスコから外れちゃってる？マジ？家を建てて、君は隣人が嫌なのか。隣人が嫌な人にこっち来てもらって、ディスコと教会の人にこっち来てもらって、はい、君は隣人が欲しいのか。あ、これで、なんとかなった。あ、王様来た。王の帰還。コミュニティが完成すると、自称王が非常に特別な要求とともに到着します。王、城が、城？ 城オーケット？
どこかに白けと？めっちゃ難しいこと言ってくるじゃん。こんなでかいものを置くスペース。マジかよ。この隣人が欲しくない人をここに立てて行けるのかどうか。お城はね、ここ行けそうです。お城は。王様は誰かが立ててくれるのを待ってますね。この人行け、いやー隣人になっちゃってるな。こっちはどうだ？ここなら教会とは隣だけど、隣人なしに行けそうな気がするんですよね。あ、王様をここに配置して、満足していただけるだろうか。あとはこの子が満足してくれればクリア。はい、家が完成した。お、行けたー！ディープ2、深度完了。装飾が終わったら矢印をしてさらに深く進みましょう。このレベルには好きな時に戻れます。なるほどねー。まあ、ここら辺で飾り付けをすることが可能になりましたと。いいですね。好きなだけ飾るアイテムはつけることができるのかな。いやー、いいかも。このやっぱグラフィックがめちゃくちゃいいですよね。飾りたい飾りたい。この状態でね、スクショ撮ろうか。ナイスー。はい、ということで今回はディープランダーのデモ版をプレイしてみました。かなりパズル要素の強い街づくりゲー、ストラテジーゲームっていうのかな。住民一人一人の要望を聞いて教会の隣がいいとか、ディスコと教会の隣かつ一人暮らしがいいとか、そういうお願い事を聞きながらね、やっていくゲームです。まあ、この癒されるグラフィックを見ながら、のんびりね、街づくりをしたい方は、ぜひぜひチェックしてみてください。動画概要欄にストアページのリンクを貼ってあります。ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画やライブ配信でお会いしましょう。バイバーイ。